地獄の豪華守るは羅刹、東高侍羅刹だ。ここはお前の怖くは来るわけではない。喜びにも悲しみにも色褪せを握り続けてる。嫌だ、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 俺は貴様のためを思って言っているんだ。この体でやろう。練習はできない。相手に流すのは剣だ。その心の温もりを持ち続け、大地を守る。俺はつる気になる。恨みつらみは憎しみは何も踏み出しはしない。だから俺は君との鏡を大地に返すため、ゴールの的へ今刃を抜け今そこだぐらいラキロン。本領は桃花さんだけを狙っているような気がするんですが、何か心当たりはありませんか。私は怨霊を沈めてきた伊達の巫女の末裔なのです。桃香力が。それじゃあ怨霊の狙いは。桃香ちゃんは僕が守ります。なぜこんな早い時間に怨霊が動けるのか。そもそも怨霊が人間を襲ったという話でしょ。何か聞いたことがある。生きていくことを否定できない。だからこそ乗り越えるの。ということは闇の何者かが君の心を握りつぶす。地獄の豪華に焼かれながら君に助けを求めている。気持ちいいほど人は優しい。その心につけ込んだ魔物の味を許しはしない。俺がただ生きる。誰だあんたで悲しみは辛い。その心の支えを求めるからこそ孤独を嫌う。友を信じている。さあ答えるんだ今。アンドレット、正義の味方を取り組んでるよ。誰だあんがて幸せが欲しい。そのためのルールこそが正義なんだ。誰かがなくようなルールなどいらない。わがままな生き方には誇りは宿らない。永遠不滅の正義なのかが君を追うとこに帰る。さあ叫ぶんだ今。鬼が君の声に応えよう。正義はないんですか。正義はあります。信じてください。正義はここにある。無頼の鬼が恨みを打つ。総攻撃無頼ブラキオン。